あ、こんにちは。今日は、東大の伝説の入試問題と言われている、円周率が 3.05 より大きいことを証明せよという問題で、これ確か2003年に出された問題なんですが、この問題が出された背景としては、当時ゆとり教育と言われていて、小学校では円周率は 3.14 じゃなくて3でいいんじゃないかっていうような時に、東大がそれに対するアンチテーゼとしてこの問題を出したんじゃないかと言われております。で、じゃあまず、これを証明する前に、じゃあそもそも円周率って何ですか。私塾の講師、結構やってたんですけども、その間円周率って何っていう質問はもう何十回もいろんな生徒に聞いてきたんですが、円周率って何って聞くと返ってくる答えは π ってなんだよ、 3.14、 何が 3.14 なんだよ、円周率、じゃあ円周率なんだよ、だから π だよ、 π はなんだよ、 3.14 っていう、そのもうこの円周率 π3.14 の繰り返しばかりで、円周率の定義をきちんと答えてくれた生徒は今まで、ほとんど、とか確か一人もいなかったと思います。で、じゃあ率っていう漢字が使われてるんで、どうやら割合だろうなっていうことだと思うんですが、他に率がつくことはここにちょっとずらっと思いつくままに並べてみたんですが、合格率、これ塾なんかが第一志望合格率 80% とかって宣伝するときは、分母はその塾から受けた受験者の数ですね、受験者総数で、その合格した総数、合格した数ですね。で、個人レベルで言うなら1人10個受けて、で3個受かったって言ったら10校分の3校で、合格率 30% というふうに、ここに来る文字っていうのは分子に来るのが、ほとんどじゃないかなと。例えば競争率、これは答えが大概1を超える、2倍とか3倍になるんですが、競争率は分子が競争している人、つまり受ける人ですね、競争している人、受験する人で、分母が定員。定員100人のところに300人受験者が来れば競争率3倍とか、そういうような。これもやはり、1を超えるパターンですが、分子がこの言葉と。じゃあ同じように勝率はっていうと、勝率も分子が勝った数、勝ち試合。で、じゃあ分母はっていうと、さあ分母は何でしょうか、試合数と答えた人、罰じゃないけど減点1点ぐらいです。絶対に引き分けのないスポーツだったら試合数で OK ですが、引き分けのあるスポーツだったら、ここは勝ちと負けの合計ですよね。勝ちと負けの合計分の勝ち、これが勝率で、引き分けがなければもちろん、試合数で構わないんですが、引き分けって言えば、引き分けが一番かどうか分かりませんが、多いと思われるのはサッカーですね。でサッカーって引き分けが多くて、でトーナメント式の場合、大会だと、そこで PK 戦が行われるんですけど、 PK 合戦、最近のワールドカップは PK 合戦が多いのが、私とてもつまんなくしている要因じゃないかなっていうふうに勝手に思ってるんですけども、昔私が初めてワールドカップを見たのが1978年のアルゼンチン大会なんですが、その大会までのルールでは、90分戦って同点の場合は今と同じ、15分15分の30分の延長で、そこからが違うのは、今は大体どんな大会でもその後すぐ PK 合戦になってしまいますが、その時までのワールドカップのルールでは、その後15分15分の再延長で、再延長のが終わった後でもさらに同点の場合は、日を置いて再試合で、それがまた90分で同点なら延長で、そこでまた同点なら再延長で、そこまで同点で初めて PK 合戦が行われるっていうルールだったんで、1978年までワールドカップでは一度も PK 合戦が行われなかったんですね。初めてワールドカップで PK 合戦が行われたのが、1982年のスペインワールドカップの、伝説の名勝負と言われる西ドイツ対フランスの、準決勝かですね。若い人でも知ってる人で、その試合に出たのは西ドイツ、そうですね、西ですかね、ドイツじゃなくて西ドイツの、リトバルスキーとか、
まあ、あとフランス側ではプラティニとかが、まあ、今の人でも知ってるぐらい知ってる人かな。であと、シューマッハというと我々世代にとっては F1 レーサーじゃなくて、西ドイツのゴールキーパーなんですね。まあそれはちょっとどうでもいい話として、で、まあ、あとは例えばダーリー2とかで、私当然教えてる時は男の子も女の子もいたんですが、女の子に打率の話しても誰も何も分かってくれないですね。野球なんかちっとも興味ない子はほとんどなんで、まあ、ただこの、動画って実は男女の比率ぐらいはなんか投稿してる人には分かるんですけども、私の場合男性比率 99.7%、 もう女子に全く人気のない動画です。で、で打率は、これは、まあ、これの場合なんか文も分子も両方打ちが入っちゃうんですけども、これは打ったヒット数ですね。ヒットで分母は打った打席の打数ですね。打席と打数細かいことを間違えると怒られちゃうんで、打席っていうのはフォアボールやエラーで出塁とか送りバントとかも含めた数で、打数っていうのはそれらを抜いた数ですね。なんでまあここも勝率と同じようにヒットの数と凡打の数の合計とでも考えればいい。でここまで率っていうのは、割合を示すんで分母と分子の単位同じなんですよね。合格率だったら、合格した学校の数、受けた学校の数、合格した学校の数、競争率も分母も分子も2ですね。勝率も分母も分子も何試合なんですが、この防御率はこれ、ね、よっぽど野球詳しい人じゃないと出し方知らないかと思うんですが、防御率っていうのはピッチャーが1試合に平均何点取られてるかっていう値なんで、防御率 0.9 とか言ったら1試合に1点取られない完封の方が多いとか、そういう時は防御率が1を下回っちゃうなんてことがあります。で防御率っていうのはこれは、分子がだから取られた点数、自責点ですけども、自分の責任で取られた点数で1試合あたりなんで、試合数と言いたいんですが、ピッチャー全員が全員毎試合毎試合完投するわけじゃないんで、9回投げたとしたらっていう値にするために、投げたイニングを9で割ってやる。例えば18回投げれば、それは2試合分ですよって言うんです。イニング数割る9分の自責点、これはだからあまり率とは他の率とは違う言葉ですが、まあこのように率っていうのは大概分子がこの言葉です。ということで円周率も定義は分子が円周で、じゃあ分母はっていうと直径になりますと。でまあ直径、これ別に半径でもよかったんですが、半径にしておいた方がいろいろと本当はもっとよかったんですが、何かというと E の i π 乗イコールマイナス1っていう、人類の司法と言われるオイラーの公式っていうのがあるんですけど、一番美しい式と。博士の愛した数式です。ません。博士の愛した数式。これ、π が、直径分のじゃなくて、半径分のにしとけば、これが1になって、より美しかったのにな、ということなんですが、まあ、残念ながら、直径で定義して、もう2000年以上経ってしまいました。なんでも、今更変えられないということで、π はこのように定義されています。じゃあ、昔の人たちは、この円周率 π をどうやって出してきたかと。もう何千年も前から出す、方法はまあ大体同じで、円の周りにピタッとくっつく正方形を書けば、この瞬間 π っていうのは直径の4倍よりは明らかにちっちゃい、内側にあるんです。でじゃあ今度、内側にぴったりくっつく正六角形を書いてあげれば、正六角形なんで中心角が60度なんで半径は等しい、てっぺんが60度の二等辺三角形は正三角形ということで、半径の6倍、すなわち直径の3倍よりはでかいということが分かると。ですから円周率3っていうのは正六角形かよっていう話になってしまうんですよね。で以下もう外側にぴったりくっつく正多角形、内側にぴったりくっつく正多角形をどん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 辺の長さを計算していけば、両側から挟んでいって、まあ、昔の人たちも 3.1415 って小数第十何位までかは求めてきましたと。じゃあ、東大のこの問題も結局はこういうやり方でやれば解けるはずである。
正六角形では、まあ、3ぴったりなんで 3.05 より大きいことを示すためには正六角形よりももうちょっと大きいとか画数の多い、まあ、八角形とか八角形でも中心角45度だから出せそうですが、まあ、より確実にでしかも計算しやすいで言うなら正十二角形がいいですかね。正十二角形3等分すればいいんで正十二角形のこの一辺の長さ中心角30度なんで、でじゃあまあ半径1とでもしてあげてこの正十二角形の一辺 x を求めてそれを12倍したものがこの場合は直径が2なんで 2×3.05 の 6.1 よりも 12x が大きいことが言えればこの問題は東大の入試問題は解けますという。でしかもこれ使う知識は高校1年の1学期までに全部出尽くしている知識だけで解けますと。でじゃあどうやって解くかというともう予言定理使うだけだね。x の2乗は1の2乗足す1の2乗引く 2×1×1 cos 30度と。でこれだから2足す2引くで cos 30度は2分のルート3ですね。2分のルート3で ×2 だからルート3と。じゃあ x はプラスマイナスですが、まあ、長さの話なんで、まあ、マイナスはもう関係ないから最初から書かずに2引くルート3と。で、まあ、あとはこの二重混合を外せば、二重混合の外し方は一応多分高校1年の最初に習うと思います。で二重混合の外し方はルート A 足すルート B を2乗すると A 足す B 足す2ルート AB なんで、かけて AB で2がついててで足してこうなるような数を探せばいいんですが、ここに2がついてないとやりづらいんで2を無理やりつけますっていうんで分数にしてあげれば2つきますと。でここでですからかけて3足して4になる数で、まあこの場合はマイナスですが足しかけて3足して4 3と1ってすぐ見つかってルート3引く1の2乗これでちゃんと3足す1で4でかけて2ルート3になってる。で分のルート2ということでルート2分のルート3引く1と。でまあこれで一応もう x の長さ出ましたと。まあルート2とルート3がついてしまってると。でまあここで生まれて初めてルートの語呂合わせ人よ人より人見ごろ人神におごれやが役に立ちそうなんですが、立つんですか実際。じゃあ立つから役に立つからといってまあ詳しい基準は私も分かんないんですが、ルート2をいきなり人用とかってドンと計算始めちゃってどうなのかなと。記述式の数学のテストでどこまでを当たり前のこととして使っていいかってこれ結構微妙で明確な基準があるわけじゃないんですが、例えば加法定理いきなり使っても多分それは怒られないでしょうと。とか予言定理は何気なく使っちゃいましたがこれも証明なしで使って多分怒られないでしょうと。いちいち予言定理証明してからこれ使うんじゃ大変なんで、教科書に書いてあるような定理はまあ一応証明なしで使っていいでしょうっていうのが一応暗黙の了解で、あとはもう一つ暗黙の了解はルートとかログとかの近似値は使わなきゃいけない時は問題に与えられているのが大概普通なんで、ここでは与えられていないんだからいきなり使ったらどうかなという気がします。でじゃあルートは今このね小数第1位まででやめちゃうと実は証明できないんで、小数第2位までルート2とかルート3求めなきゃいけないんですが、それはもう中学3年のルートを習った時にちゃんとルートはルート2っていうのは2乗して2になる数ですよっていう定義なんで、それは1は2乗してもまだ2になりませんね、2は2乗すると2超えちゃいますねっていうんでルート2は1と2の間の数です。じゃあもっと狭めましょうっていう時にじゃあ今度小数第1位は 1.2 は2乗してもまだ全然足りない、 1.2 は2乗しても全然足んない、 1.3 でも足んない、 1.4 の2乗すると 1.96 近い、 1.5 を2乗すると 2.25 かな、
なんで、あ、じゃあこれでルート2っていうのは 1.4 の2乗よりはでかくて 1.5 の2乗よりは小さいっていうような感じで小数点以下どんどん求められていくんですが、ここでですから、あの語呂合わせをこっそり頭の中だけで使って、私はちゃんと計算して、人の2乗よりもでかくて 1.42 の2乗より小さいですよというふうに、求めましたという計算をここに書けばいいだけなんですね。で、同じく 1.人なみの2乗ルート3の2乗よりも人なみっていうふうに計算しましたよということで、ちょっと切れちゃったんで続き、はい、でじゃああとこれに当てはめて x はですので、分母がでかい方がちっちゃくなるんで、ここに 1.42 分の人なみ引く1で、分子が小さい方がでかいんで、人分の、1.74 引く1と。で、これで計算すればいい。まあ、この計算はちょっと面倒なんで、前もってやっといたんですけども、いくつだ0.514 点点で、こっちが 0.517 点点で、今大体 0.51 ぐらいの数です。 0.51 でもう十分 12x 計算すると、まあこれも一応ちゃんと計算しておいたんですが、 6.168、 まあ 6.1 より大きければいいんで、6.20 なんとかというふうにして、これで証明しようとした、消えちゃった。証明すべきは、π が 3.05 なんで、今これ直径2の円の話してるんで、2×3.05 の 6.1 よりは大きいことがこれで示せましたという問題です。じゃあ以上です。ありがとうございました。